アイテム番号、SCP-642JP、オブジェクトクラス、ユークリッド、特別収容プロトコル。SCP-642JP はサイト、81、の中型生物収容室に収容されます。SCP-642JP の収容室に立ち入る際は前科のない財団職員がレベル4以上の職員に許可を得て入室してください。SCP-642JP には D クラスでない、アブラハムの宗教1を信仰しない財団職員が1日に3回、一般的な家畜化されたヤギと同様の給仕を行い、3日に1回室内の清掃を行ってください。SCP-642JP の影響を受けた人物にはクラス A の記憶処理を行ってください。説明。SCP-642JP は体長 140cm、お長 17cm、肩高 86cm、体重 80kg の黒と白のハーフサイダーであるオスのヤギ、カプラハークス、で、ザーネン種に酷似していますが正確な品種は不明です。SCP-642JP は一般的なヤギ族と同じような行動を行いますが体内に血液が存在しないことが判明しており、1000年に財団に捕獲されてから今日まで老化や成長などの身体的な変化は見られていません。SCP-642JP は船と自ら距離を取る傾向にあり、肉食動物を接触させた際には飢餓状態であっても決して SCP-642JP を襲わない、死肉を漁らないことが判明しています。そして SCP-642JP と通常のヤギを共にした場合、通常のヤギは SCP-642JP に対し蹴りなどの攻撃を行うことが確認されています。アブラハムの宗教を信仰する人物は SCP-642JP に対し、否定的な感情を持つとされています。特にユダヤ教の信者にそれは顕著に見られ、ユダヤ教を信仰するエージェントは、あれは汚れた生き物である、と話しました。SCP-642JP は1000年、月、日に、県、町で、白黒のヤギによる無差別殺人や強盗、人死の被害が IG で訴えられたため、手配された狩友会に捕獲され殺せ処分されました。その後死体は焼却処分され、山に廃棄されましたが、その後も目撃情報が IG で発生し、特徴も殺せ処分された個体と一致したために財団に確保されました。SCP-642JP の特異性は自らが殺された際に発生します。SCP-642JP があらゆる手段で殺された場合、SCP-642JP は死体がどのような状態であっても30分以内に肉体を再生させ、あるいは死ぬ前の状態へ戻し、活動を再開します。死体がバラバラになり、四肢や胴体といった 1kg 以上の大きな部位のどれか一つが心臓より3メートル以上離れた位置にある場合では20分以内に一斉に瞬間移動し、心臓がある地点に健康な状態で現れます。しかし D クラス職員による SCP-642JP の清掃後、事件の記録には変化がないにもかかわらず D クラス職員がかつて起こした事件の被害者が、白黒のヤギに襲われた、と認識する事案が相次いで発生したため、D クラス職員を使用した実験が執り行われました。その結果、SCP-642JP は距離に関係なく SCP-642JP と人物が互いに認識し合った時に記憶改ざんを行い、相手の犯した犯罪を自分の犯したものとするようです。下記の実験ログを参照。SCP-642JP 実験ログ。日付、年、月、日、実施方法。D-2372 を SCP-642JP と接触させる。D-2372 には SCP-642JP と多く触れ合うように告げた。結果、SCP-642JP は D-2372 に近づき、匂いを嗅ぐなどの所作を見せた。10分の接触の後、回収された D-2372 は、俺はヤギは苦手なんだ、目が怖い、と話し、D-2372 の起こした事件の被害者遺族は、白黒のヤギが火を放ったせいで妻が死んだ、と話した。日付、実施方法。D-68385 を SCP-642JP と接触させる。D-68385 には SCP-642JP と常に3メートル以上の間隔を取るように伝えた。結果、SCP-642JP は自主的に D-68385 から距離を取り、D-68385 に近づこうとはしなかった。10分の接触の後、回収された D-68385 は、可愛かったのになぁ、どうして近づいてこなかったんだろう、と話し。D-68385 の起こした事件の被害者遺族は、息子は白黒のヤギに溺死させられた、と話した。
日付、年、月、日、実施方法。D57263 を SCP-642JP と直接接触させる。D57263 には SCP-642JP の好きなようにさせるように伝えた。結果、SCP-642JP は D57263 にぴったりと張り付いたり、D57263 の体に頭をすり付けるように歩き、最終的に D57263 の目の前に座り込んだが、D57263とは決して目を合わせようとしなかった。十分の接触の後、SCP-642JP は D57263を回収しに来たエージェントに威嚇や攻撃をする素振りを見せたが、最終的にはエージェントによって無力化された。回収された D57263 は、何かをすがるようであった、と話し、D57263の起こした事件の被害者遺族は、娘はカルト宗教の教祖のヤギに生贄として殺された、と話した。ほい。2000年、月、日。県、町にて SCP-642JP が居住区にしていたとされる山から石板が発掘されました。石板はとても古いもので、損傷が激しく何枚かに割れているものと見られています。石板にはヘブライ語で文字が書かれており、以下が解読の完了している内容です。激しい損傷、は罪を、損傷、私のヤギが見えに選ばれた。しかし、未解読、は怒りを沈めない。見えは血を流すことで許しが得られる。水が地上に、損傷、未解読、にも、損傷、にも私のヤギは受け入れられなかった。私たちの敷いた下駄箱舟は、損傷。私はヤギを放し、人々の罪を、激しい損傷。現在も修繕と解読、石板の残りの捜索が進められています。